速稼塾の久保です。今日は9月4日ですね。土曜日なんで相場はないんですが、まだ、ちょっとまだ深夜なんで動いてます。時間3時37分です。実はね、ちょっと材料のことがどうしても気になって、まあ1時間ごとに、この相場の方を見ていたんですよね。まあそして、朝お話したように、9月3日の朝お話したように、これはね、ディセンディングトライアングルから109円の915というね、この切り板を割ったところから大きくセルに入る。それが、まあ来週の戦略だったんですけども、これがね、ちょっと早まったみたいで、ずっと見ててよかったなと思いますけども、もうすでにね、蹴りはつきました。ずっとお話してた通り、セルの方に大きく揺れる。その前に一旦上に上がる。ここまでお話してましたよね。上に上がって下の方に行くよと。一瞬上に上がるよと。ここがポイントなんですよ。一回上に上がって勢いつけて下に降りる。これがね、相場のパターンなんですよ。特に、ディセンディングトライアングルなり、アセンディングトライアングルみたいな、このフォーメーションを書いてる時っていうのは、綺麗にこれがハマることが多いんですよね。まあ、ですので今回は、ちょっとその辺を振り返って解説したいと思います。大きな利益になりました。はい。今ご覧いただいているのが、現在、9月4日3時38分のチャートなんですね。で、薄い四角で囲っているところがありますが、ここを9月3日の朝説明したわけですよ。で、ちょっとね、線を引きますけども、ここですね。ここが今回のネックラインになってたところです。で、昨日私が相場解説をしたあたりっていうのは、このあたりまで、ローソク足が伸びていました。で、ディセンディングトライアングルがこう来てるから、一旦上に上がって、今度下に潜るときは、109の915割ったら、セルの方に入るよって申し上げましたね。で、正確に言うと一回ね、ここで、下の方にそのまま行っちゃってるんですよね。で、あ、これかなと思って私はエントリーをね、ちょっとできなかったんですけども、これを見ていました。そうすると、あ、もう下に下がっちゃったから、今回逃したかなと思ったら、すぐにね、上の方にぐーっと上がってきたんですよ。で、これだと思ってね、二度目のチャンス。私は、こっから、セルに入ることにしました。もちろんね、109円の915、この切り板まで私は待ちましたんでね。で、ここに小さな、やっぱりもう一回三角形ができていたという形になります。こうですね。まあ、ですんで、改めて、トライアングルをこういう風に引き直すことになってですね。あとは、109円の915を割るのを待っていたという状態ですね。で、割りましたんで、ここで、大きくセルに入って、現在ですね、109円の6322に戻ってきてます。下髭がいいように出てですね、何着陸しているところですね。下髭がこういう風にバッと並んで、徐々に陽線も出ながらの横ばいに入ってくるところですね。はい、まあですんで、30ピップスまでいかなかったんですけども、20数ピップス取ることができてね、まあ9月のスタート、万々歳で始まることができたということでございました。昨日のね、また予告通り、相場解説通りになったよということでございましたね。じゃあ、引き続きよろしくお願いします。